Peggy 3. こんにちは。任天堂情報開発本部の天野です。今回、ニュースーパーマリオブラザーズ2でディレクターを担当させていただきました。すでに多くの方にニュースーパーマリオブラザーズ2を楽しんでいただき、ありがとうございます。今回は本作の新しい要素であるコインラッシュモードでコインをたくさん取るためのテクニックを紹介していきたいと思います。コインラッシュモードは一度クリアした方にも繰り返し遊んでコインをたくさん集めていただくために作ったモードです。コインラッシュモードについて簡単に説明させていただきます。クリアしたコースの中からランダムで3つのコースが選ばれます。そして1つのコースの制限時間が本編よりも短く設定されています。短い制限時間の中でどのようにコインをたくさん取るかはプレイヤーの腕が試されます。今作の特徴であるコインがたくさん取れるゲームデザインはこのモードでより魅力的になると思います。それではコインラッシュモードでコインをたくさん取れるテクニックを紹介していきたいと思います。コースには3つのスターコインが配置されています。1枚目、2枚目、3枚目と集めていくとコインが10枚、20枚、50枚とたくさん手に入ります。ワンナップキノコはコインラッシュモードではゴールドキノコに変化します。ゴールドキノコは取るとコイン50枚にカウントされます。いろんなところに隠されていますので手に入れてください。赤リングをくぐると8枚の赤コインが出現します。パワーアップ状態で集めるとゴールドキノコが出現します。赤コインを8枚集めるのは難しいですが、ゴールドキノコが取れるように頑張ってみてください。テンコインブロックを叩くときはなるべく上からヒップドロップしてみてください。こうすることで確実にゴールドブロックをかぶることができます。コースの最後にあるゴールポールのてっぺんには必ず捕まってください。ゴールポールのてっぺんに捕まるとそこまでに獲得したコインが2倍になります。場所によっては3段ジャンプでしか捕まれないところもあります。てっぺんを狙うのが難しい場合は尻尾マリオで空を飛んだりして必ずてっぺんに捕まってください。てっぺんに捕まれないとコイン100万枚を目指す道のりは遠くなります。ゴールドリングをくぐると敵が金色になってコインを大量に獲得できるチャンスです。金色の敵を地面に足をつけずに連続で踏んだり、甲羅を投げて連続で倒したりするとコンボがつながります。このコンボは倒すごとに5枚、10枚、15枚、20枚、50枚と増えていき、連続で倒せば倒すほどたくさんのコインが稼げます。また別の場所から甲羅を持ってきてゴールドリングをくくることによりコンボを1つ増やすこともできます。これも重要なテクニックの1つです。跳ね返ってきた甲羅をまた踏みつけてまた蹴飛ばしてみてください。これを繰り返すと他に敵がいなくても多くのコインを獲得することができます。よりテクニックを磨くことでさらにたくさんのコインを集めることができます。皆さんもいろんなテクニックを見つけてみてください。何もないと思っても意外な場所にコインやアイテムが隠されています。特に行き止まりやちょっとした隙間、普段行かないような高い場所は要チェックです。ゴールドフラワーを取るとゴールドマリオにパワーアップします。ゴールドファイヤーボールで敵やブロックを一気にコインに変えることができます。
ゴールドファイヤーボールは敵を一気に倒すことでコンボが発生し、コインを大量に獲得することができます。できるだけ多くの敵を引きつけるのがポイントです。また敵を連続で踏みつけて倒すことでもコンボが発生し、大量のコインを集めることができます。ゴールドマリオの状態でスターコインやゴールドキノコを取ると通常の2倍のコインとして換算されます。できるだけゴールドマリオになってからスターコインやゴールドキノコを取るのがコインをたくさん集めるコツです。ゴールドマリオの状態でゴールドリングをくぐって敵を倒すとコンボで獲得できるコインも2倍になります。特にコンボがつながると最大で100枚ずつコインが手に入ります。ストーリーモードをクリアするとコインラッシュモードで最初からゴールドフラワーがストックされるようになります。ストックされたゴールドフラワーを使うのは1コース目がおすすめです。3つのコースすべてでゴールポールのてっぺんに捕まって2倍を成功させることができれば、1コース目で集めたコインは最後には8倍になります。1番目のコースでいかに多くのコインを集めるかがポイントになります。それではここまでにお伝えしたテクニックを使ってワールド1の A にチャレンジした映像をご覧ください。いかがでしたでしょうか。今回紹介させていただいたテクニックはほんの一例です。皆さんも自分なりの方法を見つけて一
1枚でも多くのコインを取ってみてください。またコインラッシュモードの記録はすれ違い通信で交換することができます。皆さんも周りの方と一緒にすれ違い通信を使ってコインを競い合って楽しんでみてください。そしてこれからプレイされる方はもちろんですが、すでにクリアしてしまったという方も引き続きこのコインラッシュモードでたくさんのコインを集めて100万枚を目指していただければと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。